ピョートルが最初にあの徴兵制を導入するわけですね。でちなみにピョートルの徴兵制って30年なので、事実上行ったら帰ってこないわけです。だからその村ごとに何人出さなきゃいけないとかっていう、うん、で絶対そのまともな人を送りたくないから、うん、その村の中で一番乱暴者手につけられないやつとかって出すわけですよね、うん、そうするとその男はですね、徴兵に選ばれてからそれまでの1ヶ月間って何してもいいんですって。でもその1ヶ月を我慢すれば厄介者払いができて、うん、あのずっと平和になるのだし、まともな男は軍隊に捕らえずに済むのだからというんで、その願いを叶えてやってると。でそうやって厄介者払いされたロシア中の鼻つまみ物を集めたのが京都の近代軍だったわけでしょでそこから始まった兵営の伝統ってね、僕やっぱなかなか消えない、良くも悪くも消えない組織的 DNA ってのあるんじゃないですかね。